カービング、あとパウダー、あとオールラウンドに合ったビンディングをちょっと紹介していきたいなと思います。はい、やってきましたエクストリーム YouTube チャンネル。今日はですね、スタイルに合わせたビンディングをちょっとご紹介していこうと思うんですけども、前編と後編に分けて、やっていきます。で、今回前編では、カービング、あとパウダー、あとオールラウンドに合った、ビンディングをちょっと紹介していきたいなと思います。で、紹介するビンディングはフラックスの XV と XF リミテッドと XF とあと SR、カービングは XV と XF リミテッドと XF がおすすめかなと思います。で、パウダーはこの SR を使ってちょっと説明一つ説明していこうかなと思います。まずこっち側からいきたいと思います。これゴールドですごいかっこいいですね。ベースプレート赤で、これはフラックスの XV っていうモデルになります。 XV の特徴はここにカーボンが入ってるのでハイバックがすごい硬いです。なんでハイレスポンスを求めたい方はにはかなりおすすめなビンディングになってて、ベースプレートにもカーボンが入ってるのと、あとこのビス類がですね、全部チタン製でできてるので、究極のカービングをしたい人にはすごいおすすめのビンディングになってます。かなり派手派手なので目立ちたいっていう方もいいかもしれません。そんな感じで XV で、この隣にある XF リミテッドはベースプレートが、このさっき説明した XV と同じでカーボンが入ってます。でもビス類はチタン製ではないんですね。で、ハイバックはこっちにあるXF と同じになっているので、ベースプレートはカーボン入ってて硬いんですけど、ハイバックは結構柔らかい、まあミディアムフレックスぐらいになります。 XF ちょっと説明していきたいと思います。 XF はさっき説明した XF リミテッドとハイバックは一緒になります。なんで結構ミディアムフレックスなので、カービング中級者の方からでも使えるモデルになります。で、ベースプレートもミディアムなので、結構ねカービングだけじゃなくてもオールラウンドにちょっとフリーカービングしたいよっていう人とかでも使えるような感じになってて、で、アンクルストラップもしっかりフィット感あります。で、こう XF の一番の良さはカラーリングが豊富です。いろんな、例えば長谷川敦のシグネチャーモデルがあったり、ジョン・ジャクソンのシグネチャーモデル、これ左右でハイバックのカラーリングが違うので、これもかなりおしゃれだと思います。ちょっと今右足しかないんですけど、で、今年から出たチームハイバック、フラックスのマークがここに入ってる、結構シンプルな XF と、こういう風にね、カラーリングがいっぱいあります。で、XF と、XF リミテッド、XV、そして次に紹介する SR、 ちょっと最初に SR から説明しちゃうんですけど、 SR は、ベースプレートに関しては XF と同じになります。なので結構ミディアムフレックスなんですけど、ハイバックがめちゃくちゃ柔らかいです。柔らかいのでパウダー行きたい人とかかなりいいと思います。ツリーランとかね、かなりいいと思います。で、アンクルストラップ類は XF と一緒になります。で、ベースプレート見てもらうと本物のコルクを使っているのでかなりおしゃれでかっこいいと思います。で、XV、XF リミテッド、XF、SR 共通してあるのがベースプレートのヒールカップになるんですけど、
これね、ちょっとよく見てもらわないとわからないんですけど、外側のヒールカップの方がちょっと厚くて、こっちの方が、内側の方がちょっと薄いんですね。薄いので内側にパワーがかかりやすいんですよ。だからあのカービングとかはこう内側の力すごい大切なんですけど、内側に入りやすくなってます。でこのシステムを使えるのは、他のビンディングは基本的にアンクルストラップのストラップの位置が外側から出てるんですけど、フラックスは全部この内側から出てるんですね。なんでこれを締めるとハイバックもこう締まってくれる。でこっちが薄い分入りやすくなる。なのでカービングとかパウダーとかの人たちはこの XV と XF リミテッド、あと XFSR のついてるベースプレートがいいんじゃないのかなと思います。まあ、人それぞれ好き嫌いはあると思うんですけども、まあ分からない、何使えばいいのか分からないっていうのは、分からないなって思う人はこの動画を参考にして、ぜひフラックスビンディング使ってみてはいかがでしょうか。で次の後編はグラトリとかパークでおすすめなフラックスのビンディングを紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価で、次の後編グラトリパーク編でお会いしましょう。それでは。